皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はかでした。みかん、土管となりました。このようにマスの中に1文字入れて2つの言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はなでした。イナゴ、ウナギとなりましたね。別解もたくさんあるかもしれません。別解が見つかった方はぜひコメント欄にてお待ちしています。3問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はまでした。トマト、ハマチとなりました。一個折りのトマトの場合はお尻の部分から放射状に白く線が伸びて星のように見えるものを選ぶといいそうですよ。これをスターマークと言い、線が均等で濃く太いものは特に甘みがある熟したトマトの印なんだそうです。4問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はあでした。コアラ、ピアノとなりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はたでした。畳、額となりました。さあどんどんいきますよ。
6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は小さいつでした。湿気、ハッピとなりました。湿気の季節ですね。凍らせたペットボトルを置いておくだけで結露により空気中の湿気を除湿できるそうですよ。扇風機とセットで使えば涼しい風がエアコン代わりになりますし、溶けたらまた冷凍庫に入れるだけで再利用できるのでエコで経済的ですよね。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はぶでした。かぶとまぶたとなりました。まぶたは体の中で一番薄い皮膚らしいですよ。ちなみに一番厚い皮膚はかかとだそうです。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はぞでした。地蔵、偽造となりましたよ。この脳トレは知っている単語あれこれ思い出すことで記憶力の向上につながりますよ。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はるでした。カルテ、バルブとなりましたね。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はみでした。炭火、夜道となりました。追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。
終了です。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々なノートレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。